いいやでも届かないんですよね。いいとこ。これちょっと難しいショット認定で宮里プロにちょっと打っていただきましょうか。これはどんなイメージ？飛距離があるので、スリーウッドでちょっと抑えて打とうかなと。風があったので、本来のフルショットだとちょっと距離が出ちゃうので、はいはいはい、ちょっと抑えて打ちました。距離をちょっと抑えたってことですか。はい、うわでも、まあ一般的には嫌ですね。高さを下げたいんだったら当たるけど、30ヤード。じゃあプロに最後でやってます。うん、最後でいいですか。はい。イメージ的にはやっぱりどんな感じですか。イメージはキャリーでどこだろう、2,3 ヤード乗せるぐらいでそこから転がって上げてもいいと思うんですけど、ちょっと低めで。ちょっと弱かった。本当スピンかかった。スピンかかりすぎた。でもスピンかかってる。かかるんですね。スピンかかるんです。まあロングパットちょっと傾斜もありますし。スライスすると思うんだけど、下り。なんか早いっすね、打つのね。私は早いです。そんななんか悩んじゃって、私多分みたいな。悩んじゃダメっすよ。はい、スライスだよね、最終的には。はい、もっといって、そこから前。おぉ入れ、おぉ入れ、おぉ、わぁすごい。これはナイス、すごくない？やばい。何も考えないで打ったらスタート入った。悩まない。考えると入らない。とりあえずそこに打つ。はい。とりあえず打つ。これも良くない？これもいっちゃうんじゃない？お、あ、来た、あ、来た、わあ、惜しい。これもいっちゃうんじゃない？あ、お、あ、わあ、惜しい。何も考えないで打つ。これ大事ですね。なるほどね。いや、さっきめっちゃ考えちゃったの。うん、なんかさっきのパターン。手が、もう手が。ってる。今ぐらいやっぱパツッと打った方がいいですね。パンって打ちたいですね、気持ちよく。ありがとうございます。でもすごい入っちゃった。入っちゃった。
まらない。やっぱり難しい。止まんない。難しい。止まんないんだ。難しいんだ。ちょっとイレギュラーすぎます、ね、これでバンカーショットしなきゃいけないから、ね、土ごと飛ばすやつ。どうだろう、私のとこちょっと芝があるから行けますか。今回行けると思います。どうなるか。いいですか。あ、もちろんもちろん。これはむずいですね。なんか中途半端難しいっす。
込んでみてください。打ち込みで、うん、上げるの難しいかもしれない。そんな感じ、うん、こんな感じ、うん、なんか重たいクラブ使ってますね。はい、こっちのが気になった。だって私より重たいもん。これ、あれでもこんなの、なんでそれ使ってんですか。なんかあったか、あるもういいやと思って。やっぱバレますね。ついに。でも変えようかなってちょうど思ってるところなんですよね、はい。まあ、でもちっちゃいなんか距離とか打つのは全然なんか打ちやすい。重たくても、はい、なんかそうなんですか。フルはやっぱりちょっと微妙ですけど、全体的なバランスが悪くなると思います。